はい、どうぞ。こんにちは、ゴーの冒険のゴーです。はい、ということでね、今回はほんまのガチのシェフ対素人のペペロンチの対決です。よいしょ。多分前の動画かな、前回の動画でも、まあ、最後の方にね、ペペロンチーノを作って食べてるシーンがあると思うんですけども、まあ、そんな感じで僕ね、ほぼここ最近の 3,4 ヶ月はもうずっとペペロンチーノをね、正直作ってきて、ペペロンチーノ多分店で出せるレベルにまでちょっと来てると思うんですよ。ほんまにマスターペペロンチーノだけで言えば、もう正直僕も誰に負けないって思ってて、っていう話をね、こんな感じで、まあ、ロンドンにある僕が行ってる日本人のサッカーチームでそういう話をしてたら、その中のチームメイトの一人がほんまのガチのシェフで、その話で乗ってきてね、いやーでもシェフやから、そんなシェフには勝てへんやろみたいな、そんな甘くないでみたいな話になって、まあでもね、そんなこと言われても別になんか負けるのを想像できないんで、でどうしようかって話した時に、ペペロンチーノ対決しちゃおうみたいな、お互いペペロンチーノを作って、まあ、そのロンドンのサッカーチームあるんですけど、そのサッカーチームのメンバーに食べてもらって何か集めて、で、どっちかジャッジしてもらうみたいなね、って話になったのでね、まあ、今回はね、その対決の様子をね、この金を収めて、皆さんに共有できたらな、というふうに思います。やっぱロンドンでしか繋がらない人とかいて、日本にいたらどうやって繋がるみたいなぐらいのね、すごいシェフと、今回は対決することになったので、今回の動画も最後まで見ていただけたらなというふうに思います。はい、そんな感じでペペロンチーノ対決頑張ります。行ってきます。結構赤いペペロンチーノ対決していきたいと思います。もう頑張ってペペロン なんて紹介してるんですか。ランチの料理なんで作っていきます。じゃあで、そう、審査員が今日も何人もいて、こんな感じでいるんで、こう作って最後皆さんにあの判定してもらってって感じでね、やっていけたらなというふうに思います。はい、じゃあ作っていきます。ええ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 あ、でもそれじゃあ、リンチだったら俺も見よう。かっこいいな。かっこいい。ここカットで、ここカットで。ただニンニクを剥いてるだけ。カット入るようになんか思うんだけど、4人が。うんち、うんち、うんち。うんち、ぶっ壊れなきゃいけまーす。手前の部屋が A で奥 B ね。あ、じゃあいいねいいね。じゃあ先に A からそういうことか。いきますね。はい。めっちゃうまい。じゃあ次 B。はい。次 B いきます。これはね余裕ですね。余裕ですか。まあリオさんやってるね。これ B です。はい。はい、以上です。以上です。 OK、 次。なるほど。 OK ですか。決めました。 OK、 はい、じゃあ、うまっ。 ビールで一回流していいですか。いいよ。
なるほど。好きな方は決めた。わかった。じゃあ、立てます。これでいいです。おいちい。決めた。じゃあ立ちます。オッケー。B から。はい。あ、おいしい、おいしい。わかりました。わかりました。はい、わかりました。A です。A。じゃあ、僕が今から行く方が、僕が食べたとこなんで、僕の部屋に誰かいたら、その人は僕を選んだってことなんで、今から行く部屋は、僕を選んだ人です。僕の方をまず行ってきます。はい。この部屋が、こっちが、P。じゃあ、やっぱやっぱり。うわ。バカじゃん。マジかよ。俺一人だけでしょ。マジで？庶民の皆さん。いや、マジじゃん。マジで。でも思うのが、そのあれぐらいの差だったら食べる順絶対影響するし。でもバレバレにしました。ランダムでしょ。ランダムでしょ。いやまさかっすね。最初 B だった。こんなんなる？こんなんなる？しかも俺が間違った感が出てるじゃん。でもやっぱり味濃い方が好きやん。そうだね。結局そういうこと。結局好みやから。これだって見たらさ、見たらもうなんか、そう見たら分かるっすよ。見たらもう分かるっすよ。お前絶対もう、いや、のんちゃんはこっちだなとも思ったし。言い訳がもう、いや、それは俺も思った。本当、それは美味しいと思ったよ。もう絶対これ、ゴーのパスタだって俺分かったっすよ。残念ない。ほんまに、ちなみに、あの、A に入った瞬間、みんな、だよね。その時の動画ないっすか？あれつかないです。あの3、4人目から撮ってないです。なんでちょっと嫌そうな顔してんの。嫌そう。嫌そう。嫌そう。どっちもうまい。どっちもうまい。ただこの動画のお蔵入りです。止めろ。おっちゃん負けないけど。お蔵入りやろ。 It never gets me down. City of mine.